はいどうも皆さんこんにちは。小鯖の中に潜む微生物の廃棄物の1000分の1のサイズでもゴジラと戦える勇気があるティンコです。今日はイミクワの前にお知らせです。この度ツイッターを始めたので概要欄にリンクを貼っておきますので、よければフォローお願いします。ではイミクワどうぞ。ある学校で集団でいじめを受けている女子高生がいた。その学校は女子校であるため、これまたいじめの内容はかなりひどい。おいケツコ、なんとか言えよ。なんかさっきから臭くない？絶対ケツコのせ、あ、ごめん私の口だったわ。またこの前みたいに制服全部脱がして帰らせようよ。おお、いいねいいね。おい何無視してんだよ、なんとか言えよ。おっぱいできんだよ、10円かもおごるや、揉ませろ。おいケツコ、可愛い名前だからっていちびってんじゃねえぞ。うまい棒ポップコーン味。口やには？え？今なんか喋った？おい、なんとか言え。口やに。はは、口やに？何それ、何？頭おかしくなった？マジで気持ち悪いんだけど、てか顔面気持ち悪いんだよ。あ、私の方が気持ち悪かった。口やに。何こいつ、同じことしか喋んないじゃん。ねえ、舐めてんの？口やに。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 マジで気持ち悪いんだけど、みんな行こう。口やに。口やに。口やに。おいケツコ、おい返事しろや。おいつになったらうまい棒持ってくんだよ、早く持ってこいよ。いやてかさ、なんかさっきトイレで鏡見たらさ、ケツコいたんだけど、マジで顔気持ち悪かったんだけど。 あれ私の顔か。おいマナミ、おいでほら行ってやんなよ。うん。おいケツコ、ケツコ、なんだよお前、本当に顔臭いんだよ。こうして卒業するまでケツコへのいじめは収まることはなかった。そしてケツコはあの日からずっと一人で四六時中、口やにと謎の言葉を唱えるようになった。それから数年後、そのいじめっ子たち全員がひどい死に方をしていたことが分かった。口やに、口やに、口アニ、口アニ、口アニ、殺してやる。キャケツコ魔術師かーって。バカらしい漫画、漫画じゃなくて本か。